民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後初の長期航海、そのまま F-35B を加速艦載しての寄港なんてことはないですよね。甲板上に3機ほど乗せていたら中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中である。すでに、海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだ。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしている。日本政府並びに、防衛省は、2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について、空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していた。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にある新田原基地に配置することも公表している。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているのでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら、同様のテストを、海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もある。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母である。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われた。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうために、イギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかった。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航した。そしてウエストラント22で予定されたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまった。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えない。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が、一時的な応急処置と釈明する事態となった。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にデミゾし、7月28日には、SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していた。7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールした。このように、プリンス・オブ・ウェールズには、
世間の荒波に揉まれている空母でもある。一方で、軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還した。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも、運命的なものを感じる。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されている。これは、米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的なのでしょう。出雲級の空母化は、発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないのだ。日本への F-35B の配備も来年度以降であるが、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだ。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれている。上陸作戦要員がいる分だけ、空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両庫等のスペースも確保しなければならない。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは、重々に承知しておく必要がある。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではない。それらの過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B は、わずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは、戦力において比較になりません。最有力となる使用方法は、英国海軍空母のように、米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと示唆する。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いた。帰路の途中で、7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていた。その2日後の7月31日には、飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練をお部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていました。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するでしょうね。
最新鋭対艇型潜水艦が続々就役で、世界一の潜水艦技術と潜水艦の戦術を持つ非凡ですが、今回は、またまた、潜航進路や最新鋭技術について詳しく深掘りしていきます。次世代エンジンが開発されているのはご存知でしょうか。原子力ではなく、新たなエンジンの動向にも注視していますが、日本の潜水艦に搭載されるのは、まだ先になるのでしょう。音が出なくてってなると、リチウムイオン電池が今のところ最強でしょう。潜航深度は900メートルが理想でしょうが、どうなんでしょうか。2022年3月、無事に、就役の日を迎えた大芸。漢字では、大クジラと書きます。この艦が就役したことによって、長い間、海上自衛隊が目指してきた潜水艦22隻体制が完成したことになります。2017年、平成29年から、建造が始まった大芸型は、通常動力潜水艦としては、世界トップレベルの潜航能力を備えています。鉛蓄電池より、多くの電力が元早く密流放電できるだけでなく、水素ガスも発生しないリチウムイオン蓄電池の特性を最大限発揮できるような設計が大きなポイントと言えましょう。潜水艦の航行方法は、ディーゼルエンジンで発電、充電した電気でモーターを動かし、プロペラを回して推進します。潜航しながら充電するためには、スノーケルという給排気装置を海面上に突き出し、外気を取り入れながらディーゼルエンジンで航行することになりますが、大芸型4番艦からは、潜航しながらでも蓄電池を充電できる新型スノーケル発電システムを採用したので、これまで以上に効率的に潜水艦の充電ができるようになりました。日本近海では、今、アメリカ陣営と中国陣営による合同演習などの活動が活発化しています。アメリカ陣営には、イギリスやオランダなどの軍艦が、中国陣営には、ロシアの軍艦が参加しています。これらの艦艇は、目に見える作戦で相手を威嚇する効果があるでしょう。しかし、戦闘機がステルス性能を高めているのと同様、海洋作戦でも重要なのは見えない行動です。海洋国家日本では、潜水艦の能力が、防衛力の鍵を握ると言ってもいいでしょう。確かに、潜水艦は、超音速ミサイルや戦闘機などと比べて目立たない存在ですが、日本製は世界一の能力を持っていると定評があるのです。2021年9月、アメリカ、イギリス、オーストラリアが新しい安全保障の枠組み、オーカスを創設すると発表しました。同時に、アメリカ、イギリスはオーストラリアに原子力潜水艦の建造技術を供与すると決定したので、オーストラリアはフランスとのディーゼル潜水艦開発契約を破棄したのです。オーストラリアがフランスの潜水艦開発を中止した理由は以下3点と思われます。一つは、建造計画が大幅に遅れている。二つ目は、選定後5年間でアメリカと中国の関係が悪化した一方、フランスはこの2国間で独自路線を取ろうとして、アメリカ陣営から距離を置いている。三つ目が太平洋を知らないフランスの潜水艦での防衛に不安が出たことと見られます。潜水艦の評価ポイントは、秘匿航行能力、探知能力、攻撃力の三つとされています。2016年、平成28年、日本はオーストラリアへの潜水艦売却交渉でフランスと競いましたが、負けました。陰には中国の横やりがあったと囁かれているようです。日本の潜水艦は、非対機依存推進機関を搭載しているので、エンジン駆動で蓄えた電気で航行できます。リチウム蓄電池の性能が向上したので、静粛航行時間も大幅に伸びました。航行可能深度は500メートルとされます。アメリカの原潜以外の世界のほとんどの潜水艦は400メートル以下が限界なので、その真下を航行できるというわけです。ちなみに、アメリカやイギリスの原潜は、艦内で酸素が生成できるので、航続距離は非常に長いのですが、蒸気でタービンを回し続けるので、騒音が出ます。つまり、静粛性では日本より劣るということです。
探知能力は、潜水艦の装備と艦外の味方からの情報を高性能コンピュータでスピーディに統合管理しています。ソナーは、潜水車の酸素ボンベを使った呼吸音のレベルまで見分けるすごい能力を持っていますし、レーダーは、潜水艦配備と衛星対潜哨戒機の双方の監視をコンピュータで統合運用しています。これに日本、アメリカ合同演習で培ってきたアメリカのレーダー網からの情報が加わるので、日本海側全般、太平洋側では、中国が第二列島線とする範囲、サイパンやパラオ、グアムまでを含むを探ることも可能と言われているのです。攻撃能力ですが、魚雷の推進速度と距離に関しては、終戦直後の一時期を除けば、第二次、世界大戦時から世界最高クラスを維持し続けています。また、タイゲイ型は、潜水艦上部から海上に向けて打ち上げるミサイルも搭載可能なので、魚雷と併用すれば、水中と空中の両方から攻撃できることになります。ある雑誌に防衛タブー誌の付けか、消えゆく企業という特集記事が掲載されました。内容は、防衛に携わる企業が苦境に陥っているというものです。もっと重要なのは、すでに消えてしまった組織で、カーボンニュートラル目標達成のためにも、早急に復活させるべきと思われるものがあるということでした。それは、大学研究機関の原子力関連機器研究です。日本でも、小型原子炉の導入議論が高まりつつあるのですが、原子力関連機器研究をしているのは、基本的に企業だけになってしまったので、技術開発の裾野が狭くなり、ヨーロッパやアメリカに実例を見に行っているのです。技術立国、日本としては、信じがたい現実に直面しているという結論でした。でも、こういった、大学や国立の教育施設の研究関連の補助金を減らしたのは政府ですよね。日本の技術をより進歩させれば、源泉特有の駆動音を静粛化できるかもしれないし、製造技術ならば、ワイオミング州で建設が始まるアメリカ製の小型原子炉以上に安全性の高いものが作れるかもしれないという人もいます。しかし、すでに消えてしまった研究組織を復活させなければ、話は始まらないということです。さて、もう一点、日本の強みは技術力だけではありません。これまで培ってきた、熟練した乗組員や地形などを熟知することも含めた運用ノウハウもあるのです。10月23日、中国とロシア軍艦10隻が、津軽海峡から太平洋に出て大隅海峡を通って東シナ海に入りました。両海峡の公海部分を通過した形になります。これは、安保の専門家が日本領海に開いた穴として問題視する場所ですが、アメリカの核搭載艦船が非核三原則を持つ日本を通るための抜け穴でもあり、中国が第一列島線アリューシャン列島から、日本、台湾、フィリピンを結ぶ線を越えて太平洋に出るための穴でもあるのです。日本にとっては、正反対の重要場所とも思われます。この中国、ロシアの航行について自衛隊が取得した情報によると潜水艦はいなかったようです。というのは、津軽海峡では潜水艦も浮上して航行しなければならないからです。この海峡は入り口の両岸距離が狭く 19km、深度は青函トンネル最深部の真上で 140m、しかも日本列島特有の凹凸が多数あって、航海部分は太平洋側付近で40度ほど右折していると言います。なので、潜水艦が先行したまま通過するとしたら、低スピードでジグザグ航行しなければならないのですが、航海部分からはみ出て、日本の領海を侵犯してしまうことになります。それを避けるために、津軽海峡を通過するときには、潜水艦も浮上しなければならないのです。航海部分を津軽海峡に設けたことを批判する人の意見は、海峡のすべてを領海にして、通過希望の船舶には、無害通行権を与えればいいというものです。ところが、仮に、外国軍艦が、調査活動などを理由に通行申請してきた場合、日本がノーと返答するのは難しくなります。その場合、潜水艦は、津軽海峡を先行したまま堂々と通過できてしまうのです。日本が、
津軽と大隅の両海峡に公海を設置したのは、地形などを熟知し、また、第二次世界大戦前から潜水艦運用能力を培ってきたことによる判断と思われます。見えない行動をする能力と、されることへの抑止力は、いわば表裏一体です。自分、領土、技術、人材を知って初めて実現できるものですから、両海峡の例は、その典型と言えましょう。木原防衛大臣がトマホーク1年前倒しで導入を発表し、国産のトマホークとも言われる一蓋式精密誘導弾改めも1年前倒しで検討との情報をキャッチしました。今回は攻撃能力獲得で変化する自衛隊を詳しく深掘りしていきます。トマホーク1年前倒しでアメリカも本気ということが理解でき、日本もようやくというか遅いくらいに急ピッチに配備されています。台湾情勢との関連で、日本の防衛力向上は、中国も慌てるほどのスピードで進んでいます。トマホークはすでにあるのでは。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度を目途に実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆した。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められている。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていた。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているが、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだ。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦対艦、艦対地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイル等よりは格段に長射程である。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば、迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判も高めにする。そうした意見も一理あることは、完全には否定はできないが、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側は、それらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られる。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば、自軍の艦艇や地上の設備に損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待される。ただし、欲を言えば不幸にして、実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える数量のミサイルを搭射できれば、なお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとない。その意味でも、スタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木
原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは現状では必須と思われる。このところ、主として南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでにウクライナ側に西側諸国から供与された中で、最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見える。ストームシャドウは、航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km ほどと言われており、それでも、これまでの供与兵器の中では、最大の長距離兵器とめされている。このストームシャドウも、飛翔速度は音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網は、その迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高い。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであっても、ある程度の防空網を備えたロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われる。さて、それでは、日本が国産化を当初の予定よりも、一年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、一二式地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主であろう。一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で、陸上自衛隊が配備を行っている一二式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離は、およそ 200km 弱と、残念ながら長射程といえる性能ではない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離がおよそ 250km ほどとされる同ミサイルであっても、その価値に疑いの余地はないため、現行の一二式地対艦誘導弾も、一定の価値は担保されるだろう。この一二式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず、射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的には、さらに、およそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれている。一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体は、ステルス性能を加味した、ほとんどオリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も、九州本土から物理的な対応を可能とするものとなる。また、オリジナルの一二式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では、航空機に搭載する形式や、艦艇に搭載する形式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されている。これによって、運用は、陸海空三自衛隊の部隊のすべてをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるが、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定である。次に、島嶼防衛用の高速滑空弾だが、こちらは、飛翔速度が音速を超過するとみされており、現時点では、まず、射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の用と位置づけられている。島嶼防衛用の高速滑空弾は、一二式地対艦誘導弾等と異なり、兵器としての分類上からは、弾道弾タイプの極超音速滑空体 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろう。この島嶼防衛用の高速滑空弾も、2030年代以降を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされる。また、潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm 魚雷発射艦6門から、
運用可能なものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるのだろう。この潜水艦に搭載する誘導弾も、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射艦からのそのままの形での運用は困難とめされる。そのため、533mm 魚雷発射艦での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様に、やはり、対艦、対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろう。海上自衛隊では、VLS、垂直発射艦を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられる。